シェリカ・ウィリアムズはジャマイカの女子陸上競技選手。400メートルを特に得意とする選手で、4400メートルリレーでも活躍している選手である。2008年北京オリンピックの銀メダリスト。ウィリアムズが最初に国際舞台に登場したのは2005年のヘルシンキの世界選手権である。この大会では400メートルと4400メートルリレーに出場。 400m では準決勝で敗退したものの、リレーは3分23秒29でロシアに次いで銀メダルを獲得した。2006年にはワールドアスレチックファイナルの 400m で3位となり、その直後のワールドカップでは 4400m リレーでアメリカ州チームの一員として3分19秒84で優勝を果たした。2007年には大阪で開催された 世界選手権に出場。400メートルは準決勝で50秒37のシーズンベストを出したものの決勝に進出することはできなかったが、4400メートルリレーは3分19秒73でアメリカについで2大会連続の銀メダルを獲得した。2008年は北京オリンピックに出場。 これまで世界選手権で個人種目の400メートルで決勝に残ったことがなかったが初めて決勝に進出すると49秒69の自己ベストでイギリスのクリスティーン・ウォールグーに次いで銀メダルを獲得した。さらに4400メートルリレーでもシェリーファ、ロイド、ローズマリー・ホワイト、ノブレーン・ウィリアムズと共に銀メダルを手にした。ありがとうございます。